にしても会うの結構久しぶりだよね。って言っても3ヶ月ぶり？あれ、そんなもんか。まあ定期的に飲んでるしな。就職してから会うのは初だね。最後に飲んだの年明けだもんね。あ、そっか、そうだよな。みんな仕事どう？いや、きついはきついかな。社会ってこんな感じなんだってなってる。ユキ何やってんだっけ？楽器会社の営業。一応現在社内トップ。おお、すごいじゃん。新人でトップってさすがユキ。まあね、ほら俺人柄いいし。どの口が言ってんだか。何、文句あんの？なんでもないです。ヤマトは仕事どう？家業を継いだからな、しんどいとかはあんまり。音楽のマネジメント事務所だっけ？忙しそうだよな。そこそこ。まさかヤマトが22歳で社長になるとはね。お前もそうだろ。肩書きだけね。アシスタントはすぐ辞めるし、絶賛一人ぼっちの事務所です。え、なんでそんなことになってんの？わかんない、なんかみんな2週間くらいでいなくなる。はいや、やっぱ性格に難ありだから。はあ、こんな優しくて真面目な人間いないじゃん。どこに難があるのよ。自己認識間違ってるぞ。え、違うの？合ってるよね、より。まあ言われてみれば。ほら、ここに認めてくれる人間いるじゃん。認めてはない。つうか、いおりはどうなんだ？色の葉最後だろ。うん、ようやく4年になった。みんなの話聞いてると学生の自分が甘えてるみたいでちょっと恥ずかしいよ。いいじゃん、最後の学生生活楽しみな。いやでも卒業は来るからな。ほんとそれだよな。うん、噛み締めて過ごします。にしても春日は調子良さそうだね。毎日ネットで名前見るわ。死ぬほど働いてるからね。あんなに曲作って枯渇しないの？しないから困ってんだよね。作れちゃうから休めないんだよ。天才だな、マジで。頭の中どうなってるんだって感じだよ。え？俺の頭の中なんていおりといおりグッズのことしか考えてないよ。出た、いおりマニア。いや、こいつはマニアの領域越してるだろう。一応聞くけど、お前まだ変なもの作ってるんじゃないだろうな。えへへ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 。こんばんは、グラビティです。みんな聞いてくれてありがとう。今披露したのは新曲だったんだけど、どうでした？よかった？みんな最高だったってさ、春日。それはどうも。それを上回るくらい、いおりの歌が最高だったよっていう人。おお、嬉しい、ありがとう。ユキとヤマトはどう？新曲むずすぎてついてくの大変だった。春日ってばもっと簡単なのにしてよ。オッケー、次はもっと難しくするわ。話聞け。ほーらお前ら、時間ねえし次の曲行くぞ。おっと、そうだった。で、お、その前にみんなにお知らせあるんだった。ああそうだ、絶対言わないといけないやつあったね。いより発表しちゃってよ。お、皆さんの応援のおかげで、なんと俺たちグラビティ来月ワンマンライブやります。4人でいたら怖いものなんてないって。あの頃の俺たちは無敵だった。また始まったか。まあ仲がいいってことで。人に消えてとか言うのやめな。やだ、悪気はないんだよ。ちょっと口が滑っちゃっただけで。どうしてかな、春日の前だとつい出ちゃう。うわ最悪、ユキって生意気でチビなくせに口も悪いんだね。あ、誰がチビだって？え、目の前にいるお前だけど。この間チビは言わないって約束したよね。そうだったっけ、忘れちゃった。なら二度と言わないで。大嫌いだからその言葉。言葉にしてもしなくても現実は変わらないよ。どうあがこうとチビはチビじゃん。じゃあるひ。あ、怒った。おいおい、その辺にしとけ。本当に性格悪いんだから、二度と俺にチビって言わないでよね。わかったよチビ。だから
ハルヒやめろってお前は。イオリも俺も二人のことはもちろん、グラビティって居場所が大好きだった。あ、やばい、本当に超嬉しい。イオリに褒められると途端にこれだもんね。飼い主と犬って感じだな。ハルヒがすげえ尻尾振ってんの見える。お前さ、大げさだって。大げさじゃないよ、俺の曲はイオリの歌のためにあるんだから。またそんなこと言って。ハルヒの曲はグラビティのためにあるんだよ。どうしたユキ。ああ、うん、なんでも。俺たちは誰よりも上手いって思ってた。でも違った、本物がいた。ヤマト。ん？俺たちずっと一緒に音楽できるよね。そうなるといいな。全部言えなかった。言ったら壊れそうだったから。イオリは本当にグラビティをやめるの？うん、それは絶対に変わらないの。何があっても絶対に。うん、分かったよ。グラビティは解散する。